今回千葉和彦選手、太田光介選手、はい、相馬勇樹選手に来ていただきました。ありがとうございます。はい。いや、いいね。勇樹、何その。これは今話題沸騰中、二十歳の千葉和彦 T シャツです。おー、いいね。ちょっと出すの早くない？出すの早いよ、しかも。いいよ、お前私服ダサいから、それ着とけ。いや、もう最初からやっぱこういう入りか。わかりました。ありがとう。ありがとう。はい。今回さ、名古屋グランパス座談会ということで、はい、あるテーマを用意したんですけど、その前に、はい、この3人の関係値ってどうなの？関係値？うん。普段とか、どういう、こういう、交友をしてんの、この3人は。まあ、在籍年数、期間で言えば相馬が一番長いので相馬の先輩です。相馬1位、僕2位、3位、康介一番下っ端っすね。あ、一緒にご飯とか行ったりはすんの？あ、しますよ、たまに。相馬は結構、誕生日もなんか飯食うやついなかったね。今年の誕生日、僕連れてったし、まあ、康介とかもよく飯行きますね。康介、アリアとはよく飯行きます。年も近いんで。うん、はい。まあでも仲良さそうだよね、みんなね。みんな仲いいっすよ、グランパス。仲いいっすね。まあ、はい。で、今回ですね、その企画というのが、ピッチ上での大きなミス。おお。今まで。そう、その時に何を感じ、どう乗り越えてきたかっていうのをちょっとね、それぞれに。いや、もう数え切れないほどミスしてますよ。ディフェンスならもうあるあるだと思うんですけど、そうだよね、もう多分もう、トータルでも絶対100失点ぐらいにはもう絡んでますし、はい、その中でも、どの時期に、どのミスの大きなミスをしてって、なんかエピソード。じゃあ、順番的にどうしようかな。千葉ちゃんからにしようか。僕からにしましょうか。いや、僕、最後でいきます。うん、いや、どうすかね。僕、でも本当に、一番最初に J リーグで、J1 でリーグ戦で初めてスタメンで出た試合で、うん、右サイドバックでスタメンで出たんですけど、うんうん、2006年の夏ぐらいかな、うん、で対戦相手が浦和で、うん、アウェーの浦和戦でその時浦和もめちゃくちゃ強くて、うんうん、ワシントン選手、ポンテ選手とか、うん、もう ACL とか取ってる時だったんで、うんうん、でもチンチンにされてワシントン選手、うん、でその試合3-4-1か3-1かぐらいで負けたんですけど、最初こっち先制したんですけども、その後僕が3失点全部絡んで、うん、でそっから試合にもう全く絡めなくなって、うん、ベンチにも それまでちょっとちょいちょい入ったりもしたんですけど、うん、そっからも全然箸にも棒にも引っかかんない状態から、うん、いやもうどうしたらいいかなっていう感じでずっとなんか悶々と過ごしてた日々を覚えてますね。3失点に絡んだっていうのをもう鮮明に今でも覚えてる？あ、覚えてます覚えてます。1失点目ワシントン選手倒して PK でツーリオ選手に取られて、うん、その後なんかワシントン選手になんかヘディングかなんかに決められてその後最後にワシントン選手になんかわけのわかんないです。なんかもうボール見えないですよ、もうとりあえずキープされたらワシントン選手はわかる全然見えないから、見えないうちにゴールされたみたいな感じでしたね。でももう全然もうレベル違えわと思いながら、うん、千葉ちゃん自分の中ではすごい強がってましたけど、うん、なんかまあもうダメだなと思いながら。千葉ちゃん、はい、ワシントンだったらしょうがない、はい、しょうがないですよね。しょうがないです。全然しょうがないと思うんですけどちょっとあれですね、デビュー戦にしてはいや重いよ、難しいっすね、その相手チームもそうだし、そうそうそう、相手も強いしさ、もう ACL 取ってるチームだから、うん、もう監督もまあやられるか、思いっきりやられてこいみたいな感じで今思えば放り出してくれたのかなみたいなしかもそれまでずっとボランチとかで、練習でもボランチ、センターバックとかやってた、うん、いきなり右サイドバックで、うん、それこそ那須さんとか知ってると思うんですけど、三田選手とかもその、うん、はい、三田選手、内田選手がいたのかな、その時に多分怪我と累積かなんかで出れなくて、うん、で急遽僕だったんですよ、うん、やったことねえしと思いながらまあそれでもなんかがむしゃらにやって、でもボコボコにされた記憶ありますね。それがもう J1 で一番最初にスタメンに出た試合で、うん、まあ、なんかでもそっからなんかでも、まあ、とりあえずもうがむしゃらにやるしかねえなみたいな感じでずっと思ってましたね、うん、どこら辺から吹っ切れた？なんか吹っ切れたっていうのはやっぱコーチでエジリさんとかエジ敦彦さん、うん、はい、にすごい
目かけてもらったりとか声かけてもらったりして、でその当時まあサテライトリーグとかもあったんで、うん、でそこから徐々にこうセンター、まあ、センターバックで出る機会が多かったですけども、センターバックで試合こなしながら、うん、なんかできるようになってきて、でなんかその後にもう1回ぐらいチャンス来て、もうセンターバックの選手がすごい 3,4 人いたんですけど全員怪我しちゃって、うん、で僕パッと出た試合で勝ったんですよ、うん、でそれでなんかその後3連勝ぐらいしてポンポンポンとして、そこからな、うん、なんかもう一気にバッてなんか伸びた感じはありましたね、自分の中でも感触をつかめたというかね。はい、うん、でもさ、最初今でこそさ、もうあの時ワシントンすごくてって笑って言えるじゃない。はいはいはい、今でこそよ、はいはい、でもやっぱさデビュー当初はさ、もう頭真っ白になるしさ、真っ白っすね、真っ白っすね、試合中とか。はいはい、で俺もデビュー戦さ、あの緊張しすぎて短パン履いて逆にして入場しようとしてヒトラーに止められてさお前逆だよ、あ逆だぞそうそうそうカキッとしちゃってさ、うん、あそういう感じだったのね。まあカキッとではないけど、まあでもそういうなんか今笑い話に今やっとできるけどね。うん、そうですね、当時はね。うん、でもなんかもうなんかどうしたらいいとか考える間もなく、もうやるしかねえなみたいな感じでずっとその後来てましたけどね。うん、うん、すごいな、うん、デビュー戦再スターってすごいな。うん、すごい、なんかもうほぼ覚えてない、もう歓声しか聞こえない、もう早く終わってくれみたいなもう後半60分ぐらいからもう早く終わってくんねえかなと思うっていう感じでしたけどね。わかるわかる、早くと思いながら、うん、あの時満員でしたもんね。いやめっちゃすごかったよ。うん、もうすごい、声援もすごかったしさ、うん、なるほどね、ほんとドアウェイまあ記憶に残るというはいやつだね。え、はい、コウスケはどうなの。いやー、まあその試合の結果とかで言ったら、うん、インパクトあったのは2007年、僕2年目だったんですけど、横浜 FC が J1 に上がった年で、うん、横浜ダービーがあって、うん、日産スタジアムで8対1で負けたんですよね。え ?8 対1なんだ。すげえ。で、僕、センターバックで先発で出てて、うん。その時、日産スタジアム、すっごいいたんですよ。うん、5万人ぐらい。2007年かなんかかな ?2006 年。はい、2007年。那須さん、それこそ、いたと思います。いたけど、ベンチだった、俺、その時。あ、ベンチでした。うん、ベンチから見てた。うん。もう、本当に、打たれるシュートが全て入っちゃうような感覚であるよね、そういう試合ね。でも電光掲示板見ても、うん、1対8っていうのがもうサッカーのスコアじゃねえだろっていうぐらい、うん、もうコテンパンにやられて自分も何もできないし、うん、すごい喪失感ありましたね、試合終わって、うん、でそれでこそ試合中早く終われとか思ったりした。いや、マジで前半の途中で思いましたそうだよね、もうそういう気持ちだよね。なるよね。で、俺デビュー戦は、うん、J1 のデビュー戦は、うん、福割のジェフで、うん、0-4 で負けたんですよ、うんうん、で、その時もうそれこそオシムジャパンの代表選手たちばっかりで、で、もうあの福割の雰囲気もなんかまた独特だよね。独特じゃないですか。うん。でも結構好きだけどね、あそこ。うん。グラウンドも綺麗だしね。俺やっぱ1年目で初めて出る J1 の試合で、あれに飲まれて、うん。もうその時も、ほんと最悪の思い出しかないですね。俺がセンター、もう一番後ろでボールを持ってて、うん、ゴールキーパーの今、札幌の菅野さんに、バックパスで返そうとしたら、うんうん、バックパス弱すぎてかっさられて4点目取られて。あるよね、そういうのね。はい、うん、あるあるある。そういうのがあったり、そうやって8失点したりとか、うん、その年全然勝てなかったんで、うん、もうやっぱプロの世界マジ厳しいなと思って。なんだろうね、あの地に足がつかない感じ、うん、パスの強弱さえさ、ね、ままならない。わかります、わかります、うん、なんてことないパスなんですけどね。そう、なんでできなくなるんですかね。そうそう、これがなんかデビューの当時とか緊張なのかわかんないけど、うん、しかもなんかそういうのって不思議と続くもんで、うんうん、わかる。もうこんなの一回きりだから、もう絶対切り替えようと思って次に臨んだらまた、うん、また同じそうなるとさ、ああまたなるわって思うと、もうこれずっと続くんじゃねえかみたいなね。もう一回連鎖っすよ。
え、その、コウスケの場合はきっかけは何だったの？その、なんかこう、自分の中でプレーの感触を掴むきっかけというか、そういう乗り越え。きっかけは、一応その年、うん、僕2年目で20歳になる年だったんですけど、うん、まあ結構リーグ戦半分ぐらい出させてもらったんですね、うん、でもほとんどが負けたんですけど、うん、そのリーグ戦をやりながらアンダー20の代表合宿っていうのが毎月あって、うん、あったね。でクラブの試合で出て、うん、代表に呼ばれるんだけど、うん、クラブでは全然自分のプレーパフォーマンス出せてない、うんうん、ですごい自信を失ったまま行くんだけど、代表に行くとなんかそのエネルギッシュな同世代たちと一緒にやることでパワーをもらって帰ってきて、うんうん、でそれがすごいモチベーションにもなったし、うん、大丈夫、もっと同世代もっともっと辛い思いして頑張ってると思って、うん、なんかそれを糧にしてましたね、うん、まあ、エネルギッシュすぎる同世代だったからね。そうそう、はい。そう、なんか切り替える場所はあっていいやん、やっぱ代表とかさ、うん、なんか切り替えれるじゃん、そこでまた違うチームっていうかさ、はい、そこでまた自信取り戻してとかさ、できるのは大きい、ね、大きいよね。はい、いい意味で結構リフレッシュできたのも、うん、ああ、いい。そうだね。やっこさんの力じゃない？いや、もうやっこさんの力はすごい元祖ディフェンシブフォワードのね。え、千葉ちゃんもやってんだよ、やっこさんの。いや、知らないっす。あ、知らないっす。知らないっす。言ったことはないけど、噂は聞いてます、噂は。なるほどね。はい。え、ゆうきはどうなの？僕は、うん、去年のルヴァンカップのアウェーのセレッソ大阪戦だったんですけど、うん、僕ずっと攻撃だったり、中学の頃はセンターフォワードとかやってる感じだったんですよ。うんうんうん、で、風間さんの下で、その試合人生初サイドバックで出て、うん、なんかつ左サイドバックで出るっていう時があったんですよ。あったね、あったね。で、左サイドバックで出たんですけど、やり方も分からず出て、うん、ちょっとまあこれやっちゃったし、まあ正直ちょっと恥ずかしいんですけど、うん、相手ゴールキックだったんですよ、うん、でそしたら相手ゴールキーパーのキックがめちゃくちゃ飛んで、うん、ま、ゴールキックで裏取られてそのまま失点するっていうのがちょっと僕の中でやっちゃったなっていう。モロかぶりしたのね。モロかぶりしてね。でもそのキックも、うん、もうサークルの頂点のさらに奥ぐらいまで飛んだんですよ、うんうん、とあのかっこいい選手のキックだったんですけど、うん、でそれ取られてちょっともうなんか最初オフサイドって言おうとしてうわこれゴールキックじゃんとゴールキックねえよっつってはず、うん、もうちょっとあーやっちゃったなって思えてそうでした、うん、この試合どうだったの？0-3で負けましたね。確かに0-3だっけ。0-3、うん、はい。ゆうきのプレー自体はどうだったの？その後、その壁ってうわーってなるじゃん。オフサイド見たのにゴールキックだったーってなった後さ、どうなったの？もうしょうがねえよって思ってでも左サイドバックもう全然やり方が分からず、とにかく左サイドバックから突破しにかかって仕掛け、うんうんうん、言ってました。え、ゆうきはさ、でも何試合か左サイドバックそれかもしたでしょ？その後やりましたね。両方サイドバックやってました、うん、でさ、きっかけは何だった？自分の中になんかこう感触というかさ、もうやっぱサイドバックってこうビルドアップするじゃないですか、うんうんうん、でやっぱポジションからビルドアップっていうことをやったことなかったんですけど、もうそこでビルドアップをしようとか、あのディフェンスの駆け引きを頑張ろうっていうのは、まあ頑張ろうと思ったんですけど、ある程度割り切って、まあ、自分がチームに逆にプラスにできることをしようっていうので攻撃参加ばっかり意識してやってました。なるほどね。自分の得意なことをね。はい。で、うん、先輩たちにとか同じポジションの人に聞いてたんですけど、やっぱあのみんなそれぞれ自分の守備の形とかがあるんで、あんまやっぱなかなか人によって全然やり方とかも違ったので、うん、もうこれは自分の形を見つけるしかないっていう感じで、自分は1対1が得意だったんで、もうとにかくその後は背後だけ取られないようにっていうのだけ意識しました。うん、なるほどね。一番最悪な背後の取られ方した最初でね。最初でそれ以上の背後の取られ方ねえよもう。はい、そのゴールキックってもうもうスタイルみたいなね。はい、全然可愛いでしょそんなミス。
え、なんかさ、多分視聴者の人ってそのやらかした、例えば自分がやらかしたと思ってさ、あのハーフタイムとか前半にやらかしてハーフタイムとか帰るじゃん。その時ってなんかこう、雰囲気、ロッカールームの雰囲気とか気になったり、誰か怖い人に何か言われたりとかっていう経験あった？それぞれ。いやー、それこそなんだろう、自分がこう年重ねてった時にはなんか、みんなに気使われないように自分から、ごめんごめん、俺のミスみたいな感じで言うようにしたりはしてましたけども、若い時はやっぱそういうのもできないので、もうほんと下向いてもう次のプレーに集中しようと思ってはいましたね。励ましてくれた？その何か言われるって どっちだった？僕はでも結構気にすんなみたいな感じで言われる方が多かったですかね。いい先輩に恵まれてたんで、おいみたいな感じで言われるようなことはなかったですけども、なんかそれすらもなんか申し訳ない気持ちになっちゃうのでだから結構年重ねてきてからは、ごめんごめんって自分からこう言うようにしてはしてましたけど。コウスケはどうなの？いや俺も結構横浜 FC だと、それこそ20代前半で出てる選手って僕しかいなかったから、なんかまあミスしても常に励ましてくれて、だいぶ助かってましたね。だからそんななんか、もちろん練習中とかは、めちゃめちゃみんな厳しかったですよ。それこそ今グランパスに所属していて、で今つながりある人だと、あの山口元博さん、元さんはもうめちゃめちゃ厳しくて、アドバイスだったりコーチングとかもそうなんですけど、まあ、なんでこんなんできねえんだよって練習中ね、はい、練習中でしょ、はい、で、まあ、監督の高木さんとか、めちゃめちゃ言われたんですけど、でも本当に今考えると元さんとか高木さんとかすっごい怒ってくれたのは、もう本当に的確なアドバイスで、本当に自分の身になったなっていう、だから僕って、結構チームの中で上の年齢になってきましたけど、やっぱ若い選手がミスしたとか、うまくできないことに対してあんまり強く言えないですよ。あ、それわかるわ。で結構最近どのチームも多分そうだと思うんですけど、上からガミガミ言う先輩って、そうだね、それはなんか感じるな。でもやっぱ自分、僕とかね、千葉さんとかはやっぱ若い時に上の選手にやっぱ優しさもあるけど、しっかりいいところ悪いところすごい言ってもらえたからこそ成長できた部分はすごいあるから、自分もやっぱり若い選手に対してただ優しく教えるんじゃなくて、なんかそういうのも大切なんだろうなっていうのを最近すごい思います。そうね、あ、でも俺使い分けてたけどね、人によって。こいつには言っても大丈夫かなみたいな。そうそう、いやなんか、普段は優しく言うんだけど、もうどうしてもプレーでもう全く学ばないやつ、学ばないとか、試合で何しとんじゃっていうやつは、お前何やってんだこの野郎っつって本気で言ってた。使い分けてた。もう本当に気づかないから、もう気づかせようと思って。だけどすごいと思うんだよな。基本的には俺も言えねえな。基本的にはあの頑張ろう頑張ろうと励ますけど、試合とか引きずらないように。本当に気づかない、目覚ませっていう意味で言う。結構きつめのことを言う。なんかミスしても、その若いやつがミスしても、ああ当時の自分もこんな感じだったなと思って、なんか、あんま言えないっすよね。強くね。ミスするっていうよりさ、ミスを引きずる人。まあ、なるほど。ミス、物事自体には言わない。でもそれでガクンしてずっとね。そう、ずっとしてたら、ケツ叩く意味で、そう、言ったりはするけどね。え、勇気は、勇気はさ、あるなんかそういう先輩から言われて、なんかそういう後とか。そうですね、僕でも、やっぱグランパスの先輩は確かに今おっしゃってたように、あんまり言われるってよりはみんなこう、アドバイスしてくれますし、なんか僕は、あの決勝点、相手の決勝点に2回連続、関わっちゃった時があって、でちょっと恥ずかしながらロッカールームで泣くっていうこととかもあったんですけど、その時もやっぱ
責められずこう、うん、背中叩いてくれたりだとか、うんうんうん、まあ、千葉さんとかだったんですけど、うんうん、そういう優しさはありました。でも練習とかは結構、うん、なんていうんですか、まあ、たまにやっぱ、うん、おいみたいな感じで言われることとかもあるんですけど、うんうん、でもその後に練習終わった後にめっちゃしっかり話してくれます。ああそうなの。はい、なんかそこ本当温かいなって思って、逆に言われた時に気づかなきゃいけないこともあるんですけど、うん、こう終わった後にしっかりこうフォローしてくださるっていうか、うん、こうそういう時にやっぱ温かさも感じますし、なんかちゃんとあの会話するとやっぱその試合中にこう言ってたこととかってなかなかなんか意図とちょっと違うことが伝わっちゃうこととかもあるんで、うん、そこのすり合わせができてる環境っていうのはなんかすごいいいなって。先輩に恵まれてんやね。いや恵まれてます。うん、どうですか先輩方。あんまり嬉しくないですけど。まああの時は相馬の母ちゃんも泣いてたしね、あの人。本当ですか。うちの犬木がーって言ってたって。それいいといいと、あのガンバと裏は、うん、うん、あ夏、はい、夏去年のね、浦和の時はあのコウスケさんマークあれで、ああそうそうだ、あれすま、泣いてたな。泣いてたしょ。でしょ。泣いてた泣いてた。いやでも確かに俺結構ミスっていうかあんまうまくいかなかったなーっていう試合の次の試合ってなんか自分で結構テーマ決めて入るようにするんですよ、うん、例えば結構失点に絡んだ次の試合だと、うん、よしじゃあ立ち上がり10分、うん、まず10分でいいから、うん、もう相手のフォワードをもう削るぐらい前向かせないからバチバチいってとりあえず守備から入ろうとか、そうしたら、そうした時とかって意外と自分が守備でテーマ決めてるんですけど攻撃でいい関わり方してたりとか、うん、する場合があるんですよ。でとりあえず10分だけ集中してやろうって言ったら、うん、それがもう25分だったり、うん、もうあっという間に前半が終わってる、気づいたらもういい感じで試合が自分に入れてるっていうのがあるんで、結構あ今日全然ダメだったなっていう試合の次の試合は自分の中で結構テーマ決めてやるようにしてたりはしてましたね。うん、その激しくいくっていうのがリズムの作り方なのね自分。そうですね、はい、だし前回パスミスすごい多かったからもう今回は難しいところを狙わずに、うん、もう確実に確実に確実に繋いでって、うん、そしたらなんか自然と見えるようになってくるんですよね、うん、他のところが、うん、それで持ち運べたり、そうです、持ち運べたり、あ、なんだ全然出せんじゃんと、それでまた自信戻したりとか、うん、なんか結構自分の中でテーマ持って試合に入るようにしてましたね、うん、悪かった試合の次の日は特に、うん、いい時は誰だって何でもできるじゃないですか。そうだね、周り悪くなった時は結構メンタルの部分が多いと思うんで、うん、そこの入りは自分の中で意識して試合に入るようにしたりはしてましたけどね。うん、いや特にね参考になると思いますよ。センターバックで千葉ちゃんほどビルドアップ上手い人ってなかなかいないですからね、うん、日本。すいません、あのもう一回言ってください。電波がちょっと悪かった。もう一回欲しい。もう一回欲しい。もう一回ちょっと電波ちょっと途切れました今那須さん。いや俺本当に途切れた。視聴者の皆さんに言いたいです。はい、これ日本探しても、はい、ベスト3には入る。もう、ありがとうございます。入るんじゃないかな。ビルドアップの上手さ。あ、よく聞こえました。聞こえた。ありがとうございます。そう、だから、特に、ビルドアップは上手い人ほど持ち運んだりとか、結構際どいとこも、こう、ね。そうなんですよね。次には。うん、チャレンジしたいし。もうなんかチャレンジしたいっていう気持ちが出すぎちゃって、うん、それが逆にこう、ダメな時もあるんで、うん、それと結構シンプル。ね、すごく参考になると思いますよ。はい。うん、え、コウスケはどうなの？僕は、若い頃は結構引きずるタイプでしたけど、うん、まあ、年重ねるにつれても、そういう悔しい思いとか、なんていうんですか、ミスして引きずるようなことは、うん、その日限りでもう忘れてました。すごいね。寝たら切り替えられるから、次の試合とかでも、うん、羨ましいな。全然同じミスしても大丈夫みたいな。うん。はい。え、ぐらい忘れちゃうの？忘れちゃう？本当に忘れちゃうの？いや全然全然覚えてますけど。うん。覚えてんじゃん。いや頭の中にはあるんだけど。うん。でもそういうのも表には出さないの。はい。表にも出さないし、全然もう気にしてない。いやでも羨ましいよね、コウスケ。なんか昔からそんな感じじゃん。なんかもう別にそんなさ。執着しないというかさ、
そうそう、あの本当思うわそれ。本当に深く考えないで、うん、あの常になんていうの、ハッピーエンジョイの人だから幸せだよね。そう、なんかそういう人になりたいよ。そう、どんだけ自分がミスしても試合終わった後みんなでご飯食べ行ってとか、うん、してるともう悔しかった思い忘れちゃってるんですよそっちの楽しい思いしか残ってない今。はい、そう。なるほどね。羨ましいな。羨ましいわ。え、勇気は？勇気ってごめん、勇気ってなっちゃった。勇気は？いや、僕は、僕、真面目なんですよ、とにかく。わかるよ、もう可愛いし、なんかすごく真面目だし、今日も、ね、な何色作ったんだっけ8色です。何ご飯そんな作った、あのカレー8色作ったんで、多分あと3日持ちます。あ、味、あ、8色分作ったってことね。8色分8色分どんだけ作んだよお前。冷凍させてんの今じゃ。いや、冷凍とかが分かんないんで、そのまま放置す。あ、そうなの。放置だ。じゃあ加熱したら消毒できるかなと思って。いや、一応冷凍庫入れといた方がいいんじゃない。冷蔵庫か。あて入れます。うん、うん、そうなんです。するっていうからね。あ、ほんとそうなんですか。うん、ちょっとで、そこで、はい、で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 、僕は、うん、引きずるんですけど、うん、なんか引きずるけど引きずんないみたいな、ちょっと難しいんですけど、うん、コスケさんのように一日限りでは忘れないですね、うん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 、なんかもうその、だから試合のパフォーマンスによって、うん、そのだいたい試合の後ってオフじゃないですか、うん、もうそのオフのテンションが全然変わっちゃうんですよね、うんうんうん、もう負けた試合だとずっと考えちゃうし、うん、そのうまくいかなかったって勝った試合だとなんですけど、僕ちょっと大学出で、うん、その大学の時のそれが残ってるんで、もうとにかくオフ明けの練習で誰よりも一番いいパフォーマンスしようっていうことを考えています。なるほど。なんかその大学の時の監督に言われたのが、そのやっぱ信頼をつかむためにはプレーで見せなきゃいけないっていうふうに常に言われてて、うん、やっぱうまく、はい、その池さん、いや、それは古賀さんってか古賀さん、今のうちの古賀さん、はい、うん、うちの古賀さん、その池さんどちらかというと高崎さんみたいなハッピーみたいな人だったんですけど、うん、その古賀さんもすごい真面目で、なんで僕はもうとにかくそのオフでもう次 どこが悪かったとかすごい試合見返したりして分析して、うん、でオフ明けの練習一番いいパフォーマンスして味方だったりもう一回こう信頼してもらえるようにっていうことばっか考えてます、ね、真面目だわ。うん、真面目。で、試合は？試合は千葉ちゃんは激しくこうテーマ決めてって言ってたけど、試合はなどうなの？このどういう試合悪かった次の時。ああ、もう僕はでもちょっとまあ似てるっちゃ似てるんですけど、うん、僕の場合は自分のその得意なプレーは絶対成功させるっていう風、なんか大体うまくいかない時って、うん、ちょっとあんま得意じゃないことに挑戦しちゃったりとか、うん、あの余計なことをしちゃってる時だと思うんですよ、僕の中で、うん、こう1対1とか裏の抜け出しが得意だけど、こう、うん、作りにばっか関わってて自分の仕事しなきゃいけないところにいないみたいな時が多いと思うんで、うん、もう一回考え直して、もうあのとにかくシンプルにやるところと、うん、自分の持ち味を出すところっていうところをこうしっかり分別して整理して試合に入ります。うん、なるほどね。あ、コウスケ聞くの忘れてた。どうすんの、その悪かった忘れるけど次の試合はさ、忘れるにしても少なからずちょっと残像みたいのあるじゃん。あー、でも、うん、ないっすね。ないの？本当にないの？いや、今日も勝つぞ、楽しむぞ、みたいな。すげえな。すごい。なんかその最初のワンプレー、こういうのを気をつけようとかさ、うん、あー、センターバックで出てるとき、サイドバックで出てるときとかさ、やっぱ、うんうんうん、違うじゃん。はい、シンプルにとか、なんかディフェンスで激しくとか。あ、まあでもファーストタッチはやっぱ気使ってましたね、すごい。おー、うん、で結構試合にもよるんですけど、サイドバックって最初3分、うん、4分、5分経っても、うん、ボール1回も触んないこと、本当にたまにあるんですよ。ほんとスローインぐらいでしか触んないとかあるよね。そういう時は結構、自分の中で緊張してます。わかる、俺キックオフしてすぐボール触りたいもん。
そう、触りたい、触りたい。めっちゃ触りたいよね。うん。それはめっちゃわかるわ。わかりますよね。なんかすげえ。だから試合中だから、ボルチャダイ、ボルチャダイって言うもん。一、うん、回、一回だけ、一回だけみたいな。なんか交代で入った時に。一回みたいなさ。だから、分かってる人。多分さ、見てる人わかんないけど、無駄そうに見える横パスとかってさ、そう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 。リズムを作ってるっていうかさ、そうなんですよ。ボールタッチをよくね、気にしないといけない、はい。そうなんですよ。それでリズム作ってたりするんだよね。そうなんですよ。で、その落とすパスとか、横パスも、なんか当たるとこがちょっと違ったりダブると、あれ大丈夫かなみたいな。そうそう余計に、無駄に心配しちゃうみたいな。わかるわかる、はい。うん。なるほどね。タッチですかね、本当にね。え？ファーストタッチ。うん、良ければいいって言ったら、そう、ったらちょっと心配になる。うん、うん、今日大丈夫かな。ファーストタッチ分かる分かる。うん、相馬その顔あんまなさそうだね、お前ね。うん、俺はないっすね。ないや、お前。お前どっちかというと体のキレ心配してるもんな。そう、試合前の、わ、今日体を見えなとか言ってるもんな。ボールタッチよりもそっちだもんな、お前な。そう、体重いときはどれだけアップで、それを戻せるかっていう。うん、ああ、そんな感じするわ。うん、まあなんか今回そのまあミスの時何を感じっていうテーマでやったんだけど、まあ本当それぞれまあミスない選手いないし、いないっすね。そう、でも大事なことは多分今回ヒントにあった通り、そのミスの後に何をするかっていう、その次の試合だったらそのシンプルにやるとか、千葉ちゃんだったらね、シンプルにやるとか、自分の得意なね、勇気とかだったらその得意なこととか、そこら辺でリズムを作っていくっていうのは一つのヒントかもしれないですね。うん、でもこういう選手たちでもミスはつきものだし、 ありますよ、うん、っていうのを分かってもらったら、めちゃくちゃ、うん、なので、今回はそういうテーマで話させていただいたんですが、この最後の締めで、はい、今年の目標をそれぞれにお願いします。今年の目標、そうですね、やっぱグランパスとしてはまあ、今の監督になって、まあ2シーズン目って言ったらおかしいかもしれないですけども、入るので、うん、まあ、監督がこう目指している、インテンシティ高く90分戦って、うん、カウンターでも、で、ポゼッションからでもゴールに迫れるような、うん、よく言えばリバプールのようなサッカーを目指していると思うので、まあ、それに近づけるように、で、うん、一つでも多く勝てるように、うん、で、個人としてはあと1試合で、うん、350試合で、うん、J1 すごい、はい、達成できるように、うん、監督だけかな、あと1試合で350って知らないのは。知ってたらもう出してくれるのかな。なのでね、はい、ちょっとでもいいんでね、うん、チームの勝利に、貢献できるような、はい、働きができればいいなと思ってます。ありがとうございます。はい。コウスケお願いします。僕も、2月にオペした足がもう治って。ナイスオペ。サンキューオペ。大変だったんだな、オペ、本当に。執刀医ですか。担当してくれた先生ですか。はい、はい、ここマスクして。まあその怪我の状態もすごい良くて、練習合流したので、うん、まずは再開するのがすごい楽しみですし、再開したら僕もあと12、3試合で300試合になるので、うん、今年中にそれを達成したいのと、うん、やっぱタイトル欲しいっすね。うん、ああ、いいね。はい。そうですね。まあ、千葉ちゃんはね、もう何回もタイトル取っていい。いやいや。僕まだゼロなんで、うん、高校生の時の、全国高校サッカー選手権神奈川県大会優勝ぐらいしかないから。麻布神の部？いや、淵の部。麻布大淵の部。あ、淵の部ね。淵の方ね。はい。いや、紙の方もないっすよ。あ、ないの。はい。すぐ間違いな。まあだから、うん、ほんとタイトル取りたいっすね。うん、うん、じゃあ最後、はい、いきます。僕はちょっともう2年目で、うん、年齢早生まれなんですけど、年でいうともう24歳の年で、うん、でも体とかも本当にいい年で、うん、今年はレギュラーをしっかり取るっていうところをまず、うん、この今の期間からは取り組んでっていきたいですし、うん、こうチームを引っ張りたいので、うん、特に得点のところとか
そういうところに関わってこうチームを引っ張る存在になるっていうところを目標にして、うんうん、でタイトルを取りたいです、うん、ありがとうございます。今シーズンも頑張ってください。貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。